久保さんこれねすごい名言見つけましたよドストエフスキーですドストエフスキーって何やった人だな,なんかちょっと聞いたことあるドフトエススキー,ドフ,トエスかあードフトエススキーまあこの人のね言葉でね苦し,苦しむこともまた才能の一つであるとまあロッキーの映画ってまあほとんどそのロッキーがねうわーっつって苦しんでるというか,なんかまあ苦しみですよね このもうだめだみたいな、死んだ、うわーみたいな、あーみたいな、なんかやってるのが、すごいあのフラッシュバックになるんですけど、まあ結局それが才能であるってことですね。苦しめるっていうことが才能。人一倍苦しめるっていう。これね、なんか、うまいなと思いましたね。うん。なんかその努力できるのが才能であるっていう、なんかイチロー選手もね、僕は天才ではないと。 でも、努力ができること天才というになったら天才なのかもしれないと。努力がしてきたから。みたいな、なんかそんな言葉があったような気がするんですけど。まあ、それの苦し,苦しむっていうところを一つ書けたんじゃないかなと。努力って楽しくないですよね。努力というか、何ですかね。まあ、これもいろんな側面でまだ言い方は変わるんだけども、まあ、ロッキーのね、あの映像を見て、うーん、なんか、あの <laughs> 苦しいって感じ受け取れること受け取ることはできると思うんですよだってまあランニングしてねまあランニングというかまあダッシュしてブワーかけてなんかもう酸素もなくなってきてね多分まあ物理的に苦しいと思うんですよ <laughs>、ね、まあまああのマラソン選手とかもね苦しそうに走ってるじゃないですかはっはっは,っはって苦しいですよねうんあれをなんか苦しくなくできてる人はあんまいないんじゃないですか 物理的に苦しいっていうねきついっていう筋肉の悲鳴だったりとか酸素のあれとかねうんでもそれができるのは一つの才能であるということですねいってらっしゃい。